皆さん、本日はご来館ありがとうございます。千早きさらぎ役のきさらぎ千早です。異星人の姫君、クイーンエミリーを演じさせていただいたエミリー・スチュアートです。そのクイーンエミリーをそばで支える次女、日向役の木下日向です。機動戦艦佐竹のパイロット高山翔一こと小夜子高山役の高山小夜子です。そして最後に大いなる星の意志の同族を演じました白石紬です。よろしくお願いします。思い出、そうですね、一番はやっぱり撮影が大変だったことでしょうか。今作の千早という役はコミカルなシーンが多くて、いろいろ難しかったです。あ、それって電子レンジのシーンだよね。あの時の千早ちゃん、すごく可愛かったんですよ。宇宙空間で電子レンジはどう爆発するのってずっと悩んでて。高山さん、私の話はもういいので、みんなはどうだったかしら。私は初めて台本を読んだ時かね、日向の性格が随分変わっていて驚いたよ。わかります。私もエミリー姫があのようなことになるとは思ってもみませんでしたから。うんうん、そうだよね。ってあれは、もしかしてこれネタバレかい？申し訳ありません。小池貴様方にご覧いただく前だというのに、なんてこと。木下さん、エミリーさん、大丈夫ですよ。どちらも CM や公式ページに出ている情報です。つむぎさん、本当かい？よかったね、エミリーちゃん。ふわ。そうですね、日向さん。ふわ。では、そろそろ時間のようですし、このあたりで一度締めさせていただきましょうか。皆さん、この作品を長く愛してくださって本当にありがとうございます。こうして再び彼女たちの活躍を見ることができるのは、応援してくださる皆さんのおかげです。それでは本日はどうぞ最後までゆっくりお楽しみください。